さあ、毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。我がね、東京 FM の1ヶ月のどんな番組かが載ってるってことか、そのタイムテーブルが載ってる、はい、タイムテーブルがあるんだけど、はい、ややこしいですけどタイムテーブルがあるの、毎月ね、発行されるんだけど、今月がまあベストアルバムも発売されるってことで、パフューム研究員が表紙で、はい、でそのパフュームのことについてだったりとか、うん、パフュームロックスについてのこととかを3人がこう喋ってくれていてたね、うん、これね、まあ、関東で、いろいろこう配布されている場所があったりとか、はい、関東じゃないという生徒、パフュオタのみんなはね、これ郵送することもできるので、うん、多分ね、東京 FM タイムテーブルスペース郵送とかで調べると出てくるはずだから、ぜひちょっと手に取ってほしいんだよ、これパフュームファンのみんなに。めちゃめちゃかっこいいやつだから、よろしくってこと。さあ、今月18日にベストアルバムついに出ますね、 Perfume The Best P キューブドをリリースする Perfume。 今夜はそこに収録されている全52曲の中から3人がいろんなテーマでせーので選曲して、答えが一致するかを研究していきます。 Perfume ロックス。Perfume Locks Starring Perfume。たくさんの生徒からの依頼、もしもパフュームが〇〇だったらを研究せよ。こちらはパフュームロックス掲示板で生徒が自主的に始めた研究でしたね。やったね、うん、私たち一回紹介した後も、うん、なんかたくさんの書き込みが届いてるんだってやだ、楽しみにするもうパフュームと、パフューム、パフュームの夢ね、うん、パフュームと同じく、うん、みんなが私たちのことどう思ってるのかっていうのが分かる研究ですね。そうですね、楽しい、うん、ちょっとパフュームは私はちょっと放送しがちですので、ちょっとあれな、みんなの中の私はどうなってるのっていう、すぐステージから降りるね、あ、怖い、音楽やめて、本当にもうこれでみんな怖がっちゃうから、じゃあ、行きますよ、はい、まずは、兵庫県16歳男の子、ラジオネーム、春山くん。春山くん、もし、パフュームが応援団だったら、あーちゃん、声がよく出ててリーダーである、歌集家、優しい声で応援する、のっち、声はよく出てるけど、よく噛む、バラダダじゃないのよ、もうバラダダじゃないのよ本当にあれがあればもう全部何でもいいでしょみたいないやー、これやっぱのっちさん、やっぱ3番目使われがちですね、うん、使われがちだね、はい、よく出てるけど、よく出てるけど、よく噛む、ハリアム頑張れー、大事なとこ、大事なとこ、ハリアム言えない、どうやって噛むのっていう見事な噛みをね、ここでっていつもあるもんね、うん、気が散るね、いけたねって思うのは最後の最後の何でもないとこで噛んだりする、難しいのいけたの、なんでそこいけないのみたいな、確かに生、まあこれは確かに合ってるかもしんない、合ってると思う、そうだね、合ってるかも、うん、うん、よく見てますね、カシオカが応援団できるんですか声、あの声通らないから、あの届かないんだよ、念じるタイプになるかもしれない怖いある種怖いそれか、大きい横断幕書いてくかも、あー文字で伝えろで、微笑みながらこう掲げてる歯も出さないから歯も出さない、紙みたいにね、あのスケッチブックみたいにめくってもいいかねここが勝負だよってペロってめくってもいけるな、面白い、やりそうです、はい、じゃあ続いて、群馬県23歳男の子、ラジオネームグレープフルーティーくん、もしもバフュームが RPG でパーティーを組んだら、歌集家、衣装、黒いローブにとんがり帽子の魔法使い、攻撃もできるが回復や味方の強化などサポートが得意、あーちゃん、衣装、ウエスタン風、拳銃で華麗に攻撃する、しかし無駄打ちも多く、リロードもたまに忘れる、ノッチ、衣装、勇者、双剣使い、攻撃は最大の防御と言わんばかりの特攻をよくする、防具もステータスも攻撃特化だけど、突っ込みすぎてあーちゃんの弾によく当たって、カシユカに回復してもらっている、体じゃないって何でも本当に、まあ
面白いね。いや面白い。え、全然私何言ってるのか分かんないです。これは、カシウカはとにかく攻撃をせずに、あーちゃんと私のサポートをしてくれる、うん、体力を戻してくれる、うん、回復担当みたいな、うんうんうん、これ多分普通に得意だよね。うん。で、あーちゃんは敵の近くまで行かずにカシウカの隣ぐらいで拳銃使って遠くからババ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 って攻撃もするんだけど、うん、だいたい敵に当たってなくって、うん、弾を入れるのも下手だからわーわーって言ってたけどあんまり当たってないぽいじゃん。ぽいよ、うん、で、ね、私は、うん、もう防御とかどうでもいい、うん、からとにかく攻撃したい、うん、で敵にわーって突っ込んで、あーちゃんの敵に当たらなかった弾にパパパパパパンって当たってるそれをカシウカがもうって言ってやれやれって言って回復する、回復させてジャラジャジャンなるほど。このパーティー戦いうまくいくと思えないけどね面白いね。やっぱ面白い。役割のキャラクターがやっぱなんとなくこういう風な傾向があるっていうのがあるんだ、あるってことだよね、これは。なるほど、面白いね。本当にやったらどうなるかがね、面白いね、うん、皆さん自主的な研究ありがとうございましたやりたくないの。皆さんこんばんは、かしゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。ラジオネームワニワニからの依頼、全52曲でせーので答えが一致するかを研究せよ。丼物といえばせーのカツ丼みたいなやつですか。あーなるほど、せーののやつ、せーのっていうやつ、うんうん、久々に言う、なんかやる感じ。え、でもこれさ曲でやるんでしょ、うん、そう、だから52曲あって、うん、3人で一致するか52分の1が当たるか、これはやばいよこれなんかニュアンス感覚的には近いものがあるからさ、うんうん、もう同じものに行きやすい気はするけど、うん、確かに。でも52も選択肢あったら結構だよね。確かに。そうじゃね。あ、お題出てきましたよ、うん、全52曲で一番季節感がある曲といえば。あー、だからでも私あれだね、ここに入ってるってことだよね。そう、そうよ、この入ってる曲の中でってことだよね。52曲の中でですよっていうことはもうあの曲しかないよねいや私はそう思いますよ。私はもうここに入ってるってことになるともうこれしかないですよね。誰ですか。わかんない、そういうコメンテーターのおばちゃんみたいなこれの中に入ってるってことは、あれしかないよね。通販番組の人の方だったから、あ、もう一曲の方かなって僕思ったんですけど、あやねっとこの中に入ってるってことはもうあれしかないですよねめっちゃおもろいあやねっと、あれしかないと、ましょうか、あれしかないと思います。いきますか、はい、全52曲で一番季節感がある曲といえば、せーの、チョコレートディスコ。しゅかかまさかの答えでしたね。あーちゃんはチョコレートディスコ。のっちはチョコレートディスコ。私マカロニだったな。なぜですかね。よだれ出てるね。面白すぎる。これはまさかの展開でしたね。やだやだな、この人。これだけはいけると思う。だってなんか、あ、何、チョコレートディスコいつも歌ってんなと思って、季節関係なくと思って。あー、なるほどね、確かにね、歌ってる季節で行っちゃったんですね誰これは仕方がないまさかだったな、わ、惜しかった。次だな、わ、出てきました。全52曲で一番お腹がすく曲といえば、え、もうじゃそういうこと、これもあれしかないですよね怖い怖い、ちょっと待ってよ、もうあれしか思い浮かばないですよね、マジでこれ一択でも食べ物の曲結構あるんだよな。そうなんだ、そういうことになる。誰かな、これ一曲しかないですよねもうこの人の決め打ちが半端なくて、もうあれしかないと思うんですけどね。お腹がすく曲なのね。何回も言ってますからね。決まりました、いけます。ちょっと待ってよ、何回も言ってるっていうので、ちょっと待って、分かんなくなっちゃった。何回も言ってるって言ってたよ今。何回も言ってる、うん、行くしかないですよねちょっと待って、 OK、 えぇ、何回も言ってる、ありますよね
これはもう合いますよね。怖い怖いよ。絶対に合わせなきゃいけない。1曲しかありませんよね。何回も言ってんだ。何回も言ってる。何回も言ってますよね。この人のがっかりする顔見たくないよ。怖いんだよこの人圧が。いけるかな。ね、全52曲で一番お腹が空く曲といえば、せーの、チョコレートディスコ。あーちゃんがチョコレートディスコ、カシユカチョコレートディスコ、マカロニ。いや分かるよ、もう分かるよ、それだよ。いやもう私も途中までマカロニで決めてたんだけど、何回も言ってるって言われちゃったら、ママのマカロニ、そんな分かってた。いやどっちかなって思ったんですけどね。この2曲で割れる。合わないですよね。難しいですね。でも今のところ出てきたの2曲だけですからね。気持ちは近いよ。前向き、いいやつですね。ありがとうございます。いいやつよね。次は52曲で一番口で言って気持ちいいタイトルの曲といえば。いや難しい、これも1曲しかないですよね。本当に1曲じゃないよ、ここ52曲なんだから。本当ですか。1曲しかないですよね。1曲ですか、こんな子。これはもうこれしかないと思ってます。マジっすか。いや、いっぱいあるけどな。気持ち、口で言って気持ち、いやでもこれかなっていうのはありますね。これしかないよね。それしかないですもんね。それしかないわけない。それしかないわけない。これしかないですよね。それしかないわけないよ。長尺、長尺でやっぱ。ちょっと待って、違ったじゃん。もうでも私、ちょっと近いかもしんないわ。これしかないですよね。ってもう何、ないですよね、これはさ、アヤネットに当てに行くシステムなんなの。これしかないですよね。だってこの人の悲しい顔見たくないですもん。あ、この歌しか。ないですよね。一人一人の思いよりアヤネットにすり寄せていくスタイル。アヤネット。アヤネット。アヤネット。はてアヤネット。あのキャラがね。じゃあこれから。いきますか。長いならこれかな。全52曲で一番口で言って気持ちいいタイトルの曲といえば、せーの、スパーリーオイラーパーフェクトスタイル。ね。わんわんわんわ。あれ、アヤネットは何？アヤネットは？スペンディングオールマイタイム。へぇー。カシユカはパーティーメーカー。あー。パーフェクトスター、パーフェクトスタイルですわ。みんな横文字。あー、長いで言ってみたんですけどね。私もうライブで叫んでるイメージだったな。あ、パーティーメーカー！私、その前はフェイクイットでした。あー、わかる。フェイキ！私もフェイクイットと迷ってた。だから長尺でやっぱりこれ言えた時っていう言えた時、言えた時そういう観点、人それぞれですよね。ありがとうございます。たくさんあるってことですもんね。いいです、それが一番いいですよ。嬉しいことですよね。さあ次は全52曲で一番眩しい曲といえば。眩しい、何眩しいって。あ、いや、これは迷いどころですよね。あら、迷ってるじゃないですか。迷いますよね。迷うことあるんですね。一曲浮かんでるけど入ってない。え、え、本当入ってないんですね。入ってない曲ですか。この中に入ってないので、あ、取材の時に最近あの曲入ってないんだっていう話になるやつです。それですよね。あ、それですね。それですか。え、でもね、眩しい曲ね、あると思うんですよ、他にも入ってる中で。入ってない、軒並み入ってない。軒並み入ってないですか。何のベストだろうねこれ。だから目に眩しくない、目に優しい、目に優しい、眩しいことではない。そういうことでいいですか。優しいね。優しい。これで3500円。全50曲い買うしかないですよね。下に何か電話番号見える。いや、あります、あります。いきますか。じゃあ全52曲で一番眩しい曲といえば、せーの、フライングオブレール。あれ、アヤネットさんはスプリングオブライフ。カシューカスプリングオブライフ。確かに。フラッシュ。うおい、確かに。確かに物理的に眩しいっすね。スプリングオブライフ、輝いてるじゃないですか。それは見当違い。
もう出てる発光してる。あ、そっか、衣装発光してたね。物理ですね。うわ、面白い。これ面白いね。ちょっと新しいキャラ生まれたし謎なんですけど、謎のちょっとまた会いたいんで、ね、こちら生徒の皆さんからもお題があれば Perfume Rocks 掲示板に書き込んでください。ちょっとあの人に会うためにもよろしくお願いします。52曲いる。3500買いますよね。まあそうか、スプリングオブライン、俺も眩しい曲がフラッシュ一択しかないかなとか思ったけど、まあ、フラッシュってイメージあったな。でもまあスプリングオブライフって言われたらそう、そうですよね、まあ、あれ映っちゃった。私もなかなか会いませんでしたよね。悔しいですよね。何かを通販してくれるのか。ここまでもうパフューム研究員、おそらくこの学校に赴任していただいて10年ぐらい経つのに未だに新キャラが生まれるってとてもすごいことだと思いますよね。あやなつさん、またあのクルー来ていただけるのを楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたしますよね。明日のこの時間はスクロブロックの新ロスの大王アレキサンドロス大王が登場してくれますよね。単純に頑張ってるだけになってね。アレキサンドロックスですよね。スクールオブロック。